驚愕の真実。岐阜県民が知らない大谷翔平とトラウトの関係。岐阜県民の多くが大谷翔平といえば岐阜県出身と自負しているが、意外な事実がある。それは大谷と同じメジャーリーグのロサンゼルスエンゼルスに所属するマイク・トラウト選手との関係である。岐阜県のあるスポーツクラブで講演をする大谷にトラウトがサプライズ参加したことがあったのだ。しかしその時の様子はあまりにも驚きだった。トラウトは岐阜県の名物料理を目の前にして大喜びで大谷に感謝の言葉を伝えた。日本に来て本当に良かった。大谷に会えたことが最高の思い出になったと。大谷もトラウトと一緒にプレーすることができて本当に光栄です。彼はスーパースターだけど、地元の美味しいものを食べてくれるなんてありがたい限りですと感謝の気持ちを述べた。岐阜県民としては大谷とトラウトの絆を知ったことでますます大谷への愛情が深まったことだろう。しかしこの衝撃的な真実を知ることで、一部の県民は岐阜県以外の名物を食べて満足していたのかと疑問を持ち、大谷とトラウトのスポーツマンシップに感動し、ながらも二人に対する見方が変わったという声もある。そのため岐阜県は地元グルメ以外も楽しんでほしいというキャッチフレーズで観光プロモーションを展開することになった。大谷とトラウトのサプライズ公演がきっかけで岐阜県民の心に変化が生じたことは間違いない。しかしそれは地元の観光産業にとってマイナスになることは避けられない。岐阜県民はこれからどうしていくべきだろうか。この問題に対する解決策を見つけることが岐阜県民の課題となっている。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。